教えてくださるんですか、谷川さん。今回は下半身の筋肉のストレッチを教えます。足の筋肉っていうのは運動不足だと影響を受けやすいものなので、すぐに衰えたりとか固まってしまうことがあるので、今日はその下半身をしっかり伸ばせる、簡単にできるストレッチをご紹介したいと思います。はい、それでは V を見ながら説明をお願いします。はい、はい、ではまず体の横に椅子や台などを置いていただきます。その上に片足を乗せてください。で、片足を乗せた時につま先を天井に向けるように足を乗せてください。では、この状態から両手を腰に当て、体を真横に倒しながらストレッチをしましょう。この時もポイントですけども、体は前に倒すのではなく足の方に向かって真横に倒れるようにしていただくことが非常に大事になってきます。谷川さん、これはどこが伸びてるんですか？はい、これは内ももの内転筋という筋肉が伸びてきます。内転筋っていうのは骨盤周りや股関節周りについてくる筋肉なので、衰えてしまうと骨盤のズレがあったりとか、あとはいざ外出するときにねつまずきやすかったりとかもするので、そこをしっかりストレッチすることでつまずき防止にもなるので、しっかりここはストレッチした方がいいですね。ではこのストレッチを左右30秒ずつやっていきましょう。はい、はい、では皆さん早速やっていきましょう。椅子の準備はできましたでしょうか？椅子が硬い方はタオルを置くとかかとが痛くありません。それではやらさん、足を乗せて準備をしてください。横に倒していきます。よーい、スタート。どうでしょうか、やらさん、しっかり内側の筋肉伸びていますでしょうか？はい。どこら辺が伸びているか教えてください。そうですね、今この動画を見ている皆さんも今伸びているところをしっかり感じているようにしっかりやっていきましょうね。さあ、間もなく終了になります。頑張りましょう。はい、30秒経ちました。ストップです。もし今使っている椅子が高いよっていうことでしたら、例えばこの椅子よりも低い何か台になるもの、例えば階段など1段目に足を引っ掛けてやると調整できるので、無理な方はどん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 高さを変えてやっていただけるといいと思います。バランスが取れない方も支えれる場所があるなら壁などに手をついてしっかり行ってください。それではまた足を乗せていただいて準備をします。天井につま先を向けて体を横に倒していきます。よーい、スタート。やるさん、綺麗なフォームなので真横にしっかり倒れていますが、硬い人はどうしてもこれが前に倒れようと逃げてしまいます。倒れないようにしっかり真横に倒すようにやっていきましょう。足の方に向かって倒れるイメージですね。さあ、まもなく終了になります。頑張ってください。はい、 OK です。終了です。お疲れ様でした。お疲れ様でした。どうでした、このストレッチは？そうですね、内側の筋肉って意外と伸ばさないじゃないですか、はい、そうですね。なので本当はしっかり伸ばすの大事だなって改めて感じますね。まあ、特にね、女性の皆さん骨盤の歪みとか気にされてる方多いと思うので、こういう骨盤の歪みもこの内転筋から来ること多いので、しっかりこれは伸ばしていただきたいので、もうおすすめですから絶対やってくださいね。いい？それでは次回のスイッチストレッチもお楽しみに。バイバイ。ということで、今日は何を教えてくださるんですか、谷川さん。はい、何を教えるんですか。